思い出なの初めは綾子が会社帰りにバス停から家まで歩いている時に怒った小さな公園を横切り一人暮らしをしているマンションが見えた頃だった急に電柱の影から話しかけられた「あなたの部屋に」 姿見あるでしょう突然の質問に心臓が飛び出しそうになりバッと身構えながら声の方向を向くと全身黒や茶色の服装の地味な女性が若干前かがみの状態で佇んでいた見たことのない女性だった年齢はおよそ 四十代半ばほど、そのまま女性は続けた。あなたの部屋に姿見あるでしょこのくらいの。指で形を描きながら続ける。その姿見、捨てた方がいいわよ。悪いことが起きるの。思い出なの。 思い出なら仕方ないけど、でもしょうがないわよ。あや子はその女性が頭のおかしい人と悟り、毅然とした口調で切り出した。はそんなものありません。失礼します。と、早足でマンションへ向かった。ところが、 綾子の言葉がまるで聞こえていないかのように綾子を追いかけながら女性は続けた。私は知っているのよ。お隣だもの。お隣。ねえ、捨てなさいってば、思い出なの。片身とかならかわいそうだけど、しょうがないわよ。 明日捨てた方がいいわ。あや子は無視し続けるも、エレベーターを待っている間もずっと続けているので、いい加減にしてください。本当にそんな姿見持っていません。と、やや声を荒げて、お隣だという女性に言うも、嘘よ。嘘。 だって知っているもの。あなた教育が悪いわね。隠しても無駄なの。あなたの部屋に姿見あるでしょこのくらいの。また指で形を作りながら言う。もちろんエレベーターの中にもついてくる。あや子は呪文のようなセリフにうんざりし。 無視することにした。ずーっと同じような言葉を続けている中エレベーターが亜子の部屋がある7階に到着した扉が開くと亜子の部屋である一番奥の708号室まで駆け出しすぐさま鍵をかけた追っては来なかったが大声で。 姿見を捨てなさい。思い出なのと、エレベーターの前からこちらを向いているのが部屋に入る前に見えた。翌朝、昨夜の出来事が頭から離れず、ほとんど眠ることができなかった綾子は、寝不足のまま会社へ出勤すると、同僚などに、 二日酔いか」などとからかわれたなんとか仕事を行きたくするとやはりお隣の女性はマンションの前で待っていたそこからは昨日の繰り返し「あなたの部屋に姿見あるでしょこのくらいの」から始まり「思い出なの思い出なの 綾子は終始無視を決め込んだ。そのままア子の部屋の前までついてくる。鍵を開けるとア子は振り返り。いい加減にしてください。これ以上続けるなら警察呼びますよ。と言ったが、やはり聞こえていないかのように女性は言った。ほら、見せてみなさいよ。 私が一緒に捨ててあげるから思い出でもしょうがないわよ寝不足でイライラしていた綾子はとうとう切れた何なんですかあなたに関係ないでしょうと言うと淡々とした口調だが今までよりも大きな声で鏡っていうのはね 光だけじゃなく、悪い気も跳ね返すのよ。悪い気があなたの部屋を通ってるんだけど、姿見が反射して、私の部屋に来るの。は頭おかしいんですかだからマー君がね、事故にあって、今入院してるの。 このままだとマー君が死んじゃうでしょ。だからあなたの部屋の姿見、捨ててちょうだい。思い出なの。もうダメだと悟った綾子は、勢いよくドアを開け、滑り込むように部屋に入って、鍵をかけた。外では女性の大きな声が続いている。思い出なの それでもしょうがないのよ。と。部屋の電気をつけ、綾子はすぐさま管理人に連絡をした。一方的に変な隣人に困っていることを、半分パニックになりながら伝えたが、管理人はあまり真剣ではない様子。不意にチャイムが、ピンポーン、ピンポーン、となる。ほら。 まだいる。早くすぐ来て何とかしてください。頭がおかしくなりそう。管理人はうーんとうなりながら答える。その隣人なんですけどね。すると、玄関のチャイム音の奥から不思議なことに男の声が聞こえてきた。すいません。すいません。 管理人は続ける。お宅の隣の707号室は、携帯の基地局として機材が置いてあるだけで、誰も住んでないんですよ。管理人が言い終わる頃、外の男の声が告げた。さっき口論してた人、飛び降りちゃいましたけど、綾子は。 失神してしまった。